平野紫耀新曲プロジェクト指導家、プロデュースは滝沢秀明氏、母は、その時が来たら話します。キング、プリンスの長瀬角、24歳と高橋海人、24歳が新体制での活動を始めた矢先、平野紫耀26歳が再指導の,のろしを挙げた。極秘裏に進められている新曲のプロジェクトを手掛けるのは有名アーティストに作品を提供する大物作曲家。 プロデューサーはやはりあの人だった。またどこかで会えたらいいね。またね。ティアラ。元キング、&、プリンスの平野史洋がティアラと呼ばれるファンにメッセージを残し、神宮寺雄太、25歳と共にジャニーズ事務所を去ってから約1ヶ月。表舞台から消えた平野の対処後の動向が少しずつ明らかになってきた。複数のメディアで報じられているように。 芸能事務所とべを主催する滝沢秀明さんと何らかの形で提携することは規定路線のようです。水面下ではすでに平野さんの再始動計画がスタートし、新曲に関するプロジェクトが極秘裏に進められています。芸能関係者、プロデューサーは滝沢で、作品を手掛けるのはこれまでに数多くの有名アーティストに作品を提供してきた大物作曲家だという。 滝沢さんがジャニーズ事務所にいた頃から信頼していた人物で、滝沢さんが退社した後も連絡を取り合ってきたそうです。すでに制作は始まっていて、完成の目処も立っている。大手レコード会社と契約したとの話もあり、そう遠くない未来に具体的に発表される可能性もあるようです。全室芸能関係者、滝沢は一貫して沈黙しているが、 6月上旬に平野の故郷吉友県を訪れている。現地のラーメン店、A で好物の辛味噌ニンニクバターラーメンを注文し、その時に撮影した写真を SNS にアップした。滝沢さんは昔から名古屋のラーメン店が大のお気に入りで、特にこの A は日本で一番好きなラーメン屋と公言していました。ジャニーズを退社する前は名古屋で滝沢歌舞伎の公演があるたびに A を訪れ、 スノーマンにも勧めていたほど、東京のホテルに名古屋から取り寄せたこともあると言います。飲食店関係者。もっとも、この日はいつもと様子が違っていた。目撃者が語る、愛知に A は2店舗あって、滝沢さんがいつも行くのは名古屋にある本店なんです。ところが、6月上旬に行ったのは別の市内にある店舗。平野さんの親族が経営する会社から至近距離にある店で、 当日は2、3人の方と一緒に美味しいと言いながら食べていました。スタッフの方も本店ではなく、こっちに来ることは珍しいと驚いていました。同じ頃、平野と神宮寺も名古屋付近で目撃されていたという。SNS でも目撃談が浮上し、滝沢さんと彼らが愛知で会っていた可能性が指摘されていました。直後に、週刊女性。 6月20日発売後に平野さんと神宮寺さんが7月にも滝沢さんと合流することが報じられたため、ファンが騒然となりました。芸能リポーター。別の芸能関係者が語る。9月いっぱいでジャニーズを退所する岸優太さん。27歳もゆくゆくは滝沢さんと合流するのではないかと言われています。戸辺に所属するのではなく、それぞれが個人事務所を立ち上げ、エージェント契約を結ぶことになるのでは。 滝沢は昨年10月末にジャニーズを去る際、引き抜きなどの動きは一切見せていなかったようだが、方針が変わったのだろうか。社員やスタッフの中にも声をかけられた人がいるようで、何人かがすでに合流しているそうです。タレントでは5月2日にジャニーズを退所した元 V6 の三宅健さん、43歳と、同月25日にメンバー全員が退所したインパクトワーズの7人も滝沢さんと提携する予定だとか、 は新新人オーディションを行い、新しいいしし才能も発掘しているのでで一大勢力になりそうです。全室芸能リポーター8月31日をもってキスマイフット2の北山博光37歳も退所する滝沢雄しと仰ぐ北山も何らかの形で合流するという声も聞こえる北山さんは滝沢さんに手紙を書いて何かあればいつでも駆けつけますと宣言していました退所を決めたのも 滝沢さんについていくためだったと言われているほどです。全室芸能レポーター、平野の弟と母に話を聞いたら、6月25日の夜、滝沢は突如ツイッターを更新し、フライドチキンの画像をアップ。ほぼ同時に、三宅もツイッターに、食という文字を掲げ、自己紹介欄に、こと中と記載した。2016年に、滝沢歌舞伎で共演した二人は、三宅さんの、 ケンタッキーという美味しい関係になれたらと発言したことを機にケンタッキーフライドチキンの CM に出演。2018年にはユニット KEN、タッキーを結成しました。SNS での同時、匂わせも近日中の合流を示唆しているものとみられています。全室芸能リポーター。三宅は昨年、個人事務所、アニーやアニージャを設立。社名は滝沢から、ケンアニと呼ばれることに由来しているという。 三宅さんは退所後も個人活動をしておらず、仕事の窓口を設けていません。業界では滝沢さんとの合流に向けて着々と準備をしていると見られていました。7月に滝沢さんに関する大きな発表があるとすれば、まずは三宅さんとの提携、そしてインパクトアーズのメンバーや北山さんも続き、さらに平野さんと神宮寺さんも声明を出すことになるのではないでしょうか。全室芸能関係者。 6月25日、愛知で行われたイベントを終えた平野の弟で、アーティストの陸に真相を尋ねるとスタッフが対応した。紫てるさんのことでお話をお聞きできませんかごめんなさい。取材はお受けできないんです。滝沢さんと合流することは聞いていますかお答えできません。平野の母に取材を申し込むとこう回答があった。今はお話できることがないので、その時が来たら連絡させてもらいます。 トベにも事実関係を問い合わせたが、締め切りまでに回答はなかった。滝沢さんは来春にも大阪や名古屋、福岡などの複数のドームを抑え、大規模なイベントを行う計画を立てているそうです。トベには大手広告代理店と PR 会社が出資する話もあるそうで、今後もコンサート会場の利用やアーティストの CM 出演に制限がかけられることもないでしょう。全室芸能関係者、滝沢率いるトベが、 一夜にして芸能界の勢力図を塗り替える可能性もありそうだ。その流れを決定づける平野の再始動ソングに業界中の視線が集まっている。